こんにちは、また松田雅彦です。はい、ミルクキャラメルをね、ちょっと食べてますので、ね、はい、甘い、美味しい、美味しいわ。これはね、2004年にね、マラソンチームぼちぼっちってのがあるんですよ。で、このチームがね、もう走るもうバンバン駅伝したりね、いろんなマラソン大会に出たりして、もうこの頃僕もね、2、3、はい、大会に出場させていただきました。よいしょ、うん、僕が走るっちゅうから相当すごいですよね。走れたの、まあ、走ったっちゅうか、前歩く人、競歩の人とね、こう用意したら、競歩の人の方が早いぐらいですからね。うん、もう完走を、そうなんですか、目的としてるやつでね。まあ、ほんでね、なかなかね、その走れたもんじゃないです。うん、昔からあんまりね、走るのはこの苦手でね、よくなかったですからね。はい、うん、ちょっともダメでした。これはどこかな？これはね、富山県のね、あ、これ琵琶湖。琵琶湖、うん、でかいね。でかい。当たり前か。琵琶湖のね、琵琶湖のところでこう合流してね、合宿やったんですよ、そのマラソンチームのね。それが富山の福光っていうところであってね、はい、僕行ったことなかったんですけどね、その福、みんなそのもちろんマラソンのぼちぼちの人たちは車で行くわけですよ。うん、で、僕はそのオートバイ組は3台でね、オートバイで行こうやないかと、うん、で FTR とでグラストラッカー 2台とでね、うん、で富山までね、トラッカー3台で行ったっていうね。富山までか、熱いよ、ほんま。めっちゃ遠いやん。俺ね、遠い、ほんでね、ゲロ遠い。俺この時実はね、2万円ぐらい用意していたんですよ。ほら、すごいでしょ。で、まあね、高速、まあ、道路でもちろん行ったわけですよね、その車組の人たちと。まあ、距離がね、下道じゃとってもじゃないけど無理なんでね。うん、で、まあ、高速はいいですよ。うん、高速ね、はい、うん、で高速道路を使って行って、どういうことが起きたかと、うん、これ実はね、富山でね、使うお金がね、全然なかったんですよ。ああ、ついてね、まあ、高速道路こうお金を払って、 ETC なんかないですからね、この時代。うん、で、まあ、お宿のお金と、で、まあ、飯代ね、うん、計算するとですね、帰りの高速代なんかとてもじゃないけどないんですね。え、はあ、つまり僕はね、富山で散財しようと思ってね、2万円ぐらい持って行ってたんですよ。うん、まあ、富山の街でバーッと使ってやろうと思ってね。ところがよく気がついてみると、往復の高速代でね、全部の銭を失ってしまう。つまり、ほんで富山県ではもう宿代を払ってヒーヒー言って終わるというね。ひえ、これ何やとこの時思ったわけですよ。何もできんや、何もできんかったの結局。でこれはどうやねんと俺思ったんですよね、この時に。うん、これもしね、この高速道路がもしタダやったら、俺はその有り金全部富山県に間違いなく落としてましたよね、飲み食いで。だから途中のその関所でですね、その関線を取られて、実際その富山県に僕はね、何の貢献もしませんでした。はあ、俺が行ってね、 FTR のね、なんつうんですか、まあ、大気汚染ね、うん、大気汚染して帰ってきただけ。富山経済に何のプラスも与えなかったっていうね。で、このね、出来事があって、結局その高速道路無償化とかいう時にね、いうその公約があったね、某政党があった時に、うん、あ、無償化じゃあもう入れようかなと思って、僕一票実は投じたんですよ。ああ、でも、まあ、実際はね、ちょっとペテンにかけられてしまいましたけどね。まあ、いろんなね、政策があったんですけど、僕はもうただその一点で入れさせてもらったんですけどね。うん、何しろこの事件があったから。そういう問題か。富山に行ったはええけど、お前富山県俺なんかに来ていらんですよ、こんな随に落とさへんねんからね。うん、何しに来てん松田と、早く帰れや、そういう感じですよ。俺が富山の人やったら言いますよ。
来てくれてもええけどお前何しに来てんねんということでしょ。で途中でみんなお前関所で銭取られてるんですから、ね、どうしようもない、どうしようもねんですよって。何の話をしてるんですかねこれ。なんでずっと高速の話なんだよね。いやこの時のね印象はね本当に俺ねこれだけやったんですよ、うん、うーん。でね、まあ、実際ねすげえ遠かったです。遠かった、うん、ところがね高速道路を使って行ったら行けましたね、うんうん、まあね。でねこの時に思ったのがねグラストラッカーと FTR の差ですね、うん、グラストラッカー2台はね時速ねこう90キロぐらいで走ってもね別になんとか。これ FTR で長距離高速道路はね正直きつかった、うんうん、無理やろそれは、うん、街中で本当良かったんですけど、これ頬羽飯、頬羽焼きですけどね、頬羽定食、これ美味しかった。まあ苦しかったね。FTR の弱点はこれでしたね。長距離には、うん、まあ、ハンドルが広すぎてね、高速道路こう前面に風を受けて走ってると本当にしんどかったんですね。でこれ長年ねずっと行きたかったね、その白川郷にも帰り道寄りました。もうね秘境じゃなくなってましたね、高速道路がついとってね、うんうん、この雪深い白川郷とか言ってね、そのいい日旅立ち時代の僕なんかねその夢見たもんですよ。ここにねこれは帰りねグラストラッカーのねステールランプがね取れてタイヤに巻き込んでね、大変なことになりかけたんですけどね、うん、そういうこともありで帰りはずっと雨、どえらい雨でね、散々やな、あらどえらい雨でした。でカッパをね、グラストラッカー組が持ってなくてですね、うん、まあ、どれぐらいの長い距離でしょうか、何百キロ、ほんとね100キロ200キロ、豪雨の中ノーカッパというね、めっちゃ寒いやん、あもう超強烈な感じでしたね。メロリーナ黎明期のね高速道路ね、もう激しんどい長距離ツーリングでしたね。これメロリーナ何 ?5、6、5、6、いやそんな、うん、古い話ですよ、もう10年経つんですもん。これついたところ、これ俺じゃないでしょ乗ってると FTR に新さんが、なんでかと途中でね高速道路のあまりのしんどさに力尽きてね車に乗せてもらったんですよ実はね。でねこれやっぱねスポーツの人は違うんですよ。着くとねみんなねパーッとこう体育館を借りてるとこ行ってねこうバレーボールを始めてね、もうこの辺、うん、やばらこの辺がね我々たちは、僕なんかあそこでだらっとだれてねタバコを吸ったりすぐに酒を飲んだりね、じゃんつけやっぱスポーツの方は違いますよ、もう時間を無駄にしないってね、うん、やっぱ違うね、けじめがある、うん、まあでもこの時代はね僕も一緒にね走らせてもらってね本当良かったですね、うん、この時代がこの一時がなければ僕はね全く体を動かさない人間になってたと思いますわ、うん、ああやったらやられるんやなと思ったね、あれでね。まあその後ね、まあ、全くそのスポーツ中スポーツをしてないんですけどね、してるわけがない、うん、どうもいかんですね僕ね、うん、あと団体競技がどうも苦手でね、昔からバレーとかサッカーとかねパスを出したりねこう動きを考えてね的確なパスを出してとかいうのはあれができないんですね、うん、多分ね右脳がダメなんですよ僕、右脳、うん、右脳がねちょっと劣ってるんですね、苦手でね、ほんとね、まあせいぜいね柔道部でプロレス技の練習してたっちゅうのが、まあ、僕の限界でしたね、ほんとね、またグダグダだね、うん、でもあれですよ、こうして終わりましたよ今回もうまく。